トポロジカルソートは、グラフ理論において、有効非順回グラフの核濃度を順序付けして、どの濃度も、その出力辺の先の濃度より前に来るように並べる、ことである。有効非順回グラフは必ず、トポロジカルソートすることができる。有効非順回グラフの濃度の集合に、到達可能性関係 R 経路が存在するとき、またそのときに限り、ザリーとするを定めると、R は、 半順序関係となる。トポロジカルソートとは、この R を全順序になるように拡張したものとみなせる。トポロジカルソートの典型的な利用例は、ジョブのスケジューリングである。トポロジカルソートのアルゴリズムは、パートというプロジェクト管理手法のスケジューリングのために1960年代、初頭に研究が開始された。ジョブは、濃度として表現され、X から Y への変化。 ジョブ X が終了しなければ、ジョブ Y を始められないということを意味する。ジョブをトッポロジカル層とすると、ジョブに着手すべき順番がわかることになる。コンピュータサイエンスでの利用例は、命令スケジューリング、表計算で式を変更した時再計算が必要な、セルの評価順序の決定、論理合成、メイクファイルで指定されたファイルのコンパイル順序の決定、 民家のシンボル依存関係の解決などがある。通常トポロジカルソートに使われるアルゴリズムは、濃度と辺の数に対して、O の線形な時間を必要とする。カーンが発明したアルゴリズムは、トポロジカルソートされた結果になるように濃度を順に選択していくというものである。まずは、入力辺を持たない開始濃度を探して、それを集合 S に追加する。 グラフに平路がなければ少なくとも一つはそういう、濃度が存在する。その次に、L、トポロジカル層とした結果を蓄積するソラリスト。S 入力変を持たないすべての濃度の集合。ホワイル S がソラではない Do。S から濃度 N を削除する。L に、N を追加する。FOHN の出力変 E とその先の濃度 M d o 変 E を、グラフから削除する。f m が、 その他の入力辺を持っていなければ全。MOS に追加する。IF グラフに辺が残っている全。平路があり DAG でないので中断。グラフが無平路有効グラフならば L が解となる。そうでなければ、グラフには一つ以上の循環があり、トポロジカル相トは不可能である。S は単なる集合だけではなく、Q やスタックでも良い。 集合 S からノード N が取り除かれる順番に応じて、異なる解が生成される。トポロジカル相当の別のアルゴリズムは深さ、優先探索をベースにしている。このアルゴリズムでは、グラフの各濃度について、トポロジカル相当を始めてからすでに訪れた濃度に到達するまで深さ優先探索を行う。また、L への追加は先頭に行うことに注意。L トポロジカル層とされた結果の入る空の連結リスト。for each node ndo.bigit.function visit.if n をまだ訪れていなければ全。n を訪問済みとして印をつける。for each n の出力変 e とその先の node mdo.bigit.n を l の先頭に追加。上のアルゴリズムで、node n がリスト l に追加されるのは、node n が依存している。 他のノードを訪れた後であるこ,とに注意このアルゴリズムでは、ノード N が追加されるとき N が依存するすべてのノードは、すでに、リスト L に追加されていることが保証されている。そのようなノードは、ノード N からビジットの再起で到達するか、あるいは N を訪れるより前に、すでに到達されているはずである。ヘントノードは一度しか訪問されないのでこのアルゴリズムは、 線形時間しか必要としない。上の疑似コードはグラフに循環がある場合に、それをエラーとして検出することはできない。この深さ優先探索ベースのアルゴリズムは、アルゴリズムイントロダクションで解説されている。トゲンが最初に発表したものと思われる。ヘイロを検出するには、下記の疑似コードで行える。L、トポロジカル層とされた、結果の入る空の連結リスト。 f o 4-1ノード n do. if n に印がついていない善。ビジ i ト。ファンクションビジット。if t i n に、一時的の印がついている善。平路があり dag でないので中断。else if n に印がついていない善。n に、一時的の印をつける。For each n の出力変 e とその先のノード m do. Visit. n に、高級的の印をつける。n を l の先頭に追加。 もし、トポロジカルソートされた濃度のすべての濃度が隣接する、次の濃度への変を持つなら、元の有効批准回グラフは、ハミルトン字を含む。もし、ハミルトン路が含まれるなら、トポロジカルソートの結果は、1位、つまり2つ以上の回は存在しない。逆に、トポロジカルソートが、ハミルトン路を作らないなら、元の有効批准回グラフは2つ以上の、トポロジカルソート結果を持つ。 その場合、ある結果のうち直接編によってつながっていない濃度を交換することで2番目のトポロジカル相当結果を得ることができる。従って、一般のグラフにおけるハミルトンロの問題は NP 困難であるが1位なトポロジカル相当結果が存在するかどうか、あるいはハミルトン時が存在するかどうかは多項式時間で決定することができる。ありがとうございます。